はい、どうもこんにちは、たけです。今日もですね、スマッシュタップやっていきたいと思います。今スマッシュフェスって言いそうになった。ですね、皆さん、僕のヒーローロワイヤル頑張りましたか？私はね、チケット結構ある。これスマッシュフェスもう引きましたけどね、結果は別動画になります。で、チケットがね、星5キャラ確定チケットガチャ1枚、星4以上キャラ確定チケットガチャ1枚で、レアキャラガチャのチケットが130枚。まあね、私ほどほどに集めました。ということで、もう早速ね、ちょっといっぱいあるんで引いていきたいと思います。まずんじゃ、星5キャラ確定チケットガチャ、この画面に映ってる人しか出ないんですかね。本当はね、新キャラ欲しいんですけどね、あの雷くんとか常闇くんとか、あの辺のが欲しいんですけど、それも出ればいいなと。じゃあね、行きましょう。まあこれ本当ね、石砕かないチケットなんで、もうバンバン引いて、オールマイト来い。わー、オールマイト来ないで星5っていうのも嬉しいけど、持ってます。ありがたいことに持ってます。シアモモさんでした。はい、ということで、どんどん行きましょう。次、星4以上キャラ確定チケットガチャ、もう何でもいいです。これはなんだ、さっぱりはですね、演出が来ない。はい、塩崎さんでした。あ、どんどんいきましょう。続きましてね、もう130連、もうね、10連でバンバンいきましょう。10連でさあ、あのね、前にね、その僕のヒーローロワイヤルがあった時に100連ね、私300枚確か集めたんですよ。で、動画でやったのは60連100連100連と、全部で260連やったんですかね。で、このね、提供割合との比較もやってますんでね、どうぞそちらの動画もね、ご覧になってください。ではね、どんどん引いていきましょう。10連ずついきます。さあ、星5が2体は来てほしいですけどね、全然演出来ない、全然演出が来ない。はい、デスティングロー、もうバンバンいきます。飛ばしていきます。どんどんいきますからね、今回は長いですから。全然来ないけど、全然来ない。これフェスゲン来てますからね、今ね、かっこいい霧島くんが今フェスゲンで来てますからね。やっと欲しいの、こっちの雷くんじゃない、あの星4のあの子も来てほしい。この子の星4が来てほしい。みなちゃんの星4バンバンいきますよ。みなちゃん星4欲しい、常闇くん星5欲しい、バンバンいきます。来たー、言ってたら来た、持ってないから。どんな感じ、いいじゃないですか、いいじゃないですか。おっと、見えた。どんどん行こう。ところでね、私あのペメントスの EX バトルやると必ずエラーでタイトルに戻されるんですけど、皆さんどうなんですかね。私全然だから EX バトルまだできてません。途中のね、2面あたりまで行くとエラーになってタイトルに戻されるんですよね。一応ね、問い合わせで送っておきました。はい、では30連いきます。30連、せめてここの演出は見ておこう。全然来ないから、飛ばします。星5来てほしいんですけどね、もうね、ほとんどのキャラ私持ってます。星4、星3は星5だけですね。はい、これも持ってます。あの前回のね、僕のヒーローロワイヤルの時のチケットがね、ほんと260枚放送分では来ましたけど、あと40枚ぐらい貯めて全部で300連ぐらいやったんですよね。はい、残り100連。あ、カードがいっぱいです。はい、今ね、あのデッキの方整理してきました。では残りの100連いきましょう。もうほんとどんどんいきましょうね、長くなっちゃう動画が。この演出だけは見たい。それか全然来ないね、買っちゃうけど今日一回も見てない。なんかね、今日なんかダメな気がしますね、私ね、なんか知んないけど、ほらね、なんかダメな気がしません、ほらね、どうな、ほらね。マジでマジで
星5が来る気がしないな。なんかね、そしてネビルレーザーすごい多い。さっきもね、デッキ整理したらね、ネビルレーザーがものすごく多い。ミナちゃんもものすごく多い。なんかね、今日ほんとダメな気がするわ。あと90連です。やっと勝ってきた。はい、オールフォーワン。はいはいなんかね、あやセロハンター、ヒロメセロファンっていうかやもうちょっとね、セロファンじゃなくさ、なんかあったと思うんだけどね。あがくれさん、ほんとね、フェスゲンのねレッドライアウトかっこいい。当たった方ほんと羨ましいっすね。どうなんでしょう、今日はね、ほんとダメな気しかしない。どんどんいきましょう。そろそろプルスルートラ来んじゃないですか、なんとなくね。ほら、よし、さあ何が来るかな。雷くんで、はい、よし、さっき見たな、これさっき見たな、あのね、さっき見たな。いや、好きなんだけど、ものすごい好きなんだけど、さっきも見たな。あー、つうかさ、今回のヒーローロワイヤル、私ね、チアコスの残り3名が来ると思ったんですよ、ガチャで。だけど違いましたもんね。前回の僕のヒーローロワイヤルで、その、ヤオモモと、スイユちゃんとミナちゃんのチアコスが来たじゃないですか。で、残りの、ハガクレさん、チロキョウカちゃん、おお、すごい連続、チロキョウカちゃんと、ウララかね、コチャコちゃんの3人が、またね、追加されると思ったんですけどね、ぶっ飛びましたよね。次回なんですか、通過、プルセルトラだったから、何食っかな。ちょっと待って、いや動画的には面白いけど、なんで、いや好きだけどさ、マジか。なんか持ってるね、今日の俺持ってたわ。いやほんとね、嬉しいんですよ。もちろんね、ヤオモもチヤモも持ってない人もいるでしょうから、よし、これいいわ。早く星5にしたい。ちょっと、持って、どんどん行きましょうね。あと1体ぐらい欲しいですけどね。あ、またです。はい、ということでね、またデッキ整理してきました。今までの結果は、まあ、星5が2体ね。2体。しかも、大好きな千山もですけどね。2体とも千山も。あ、もうどんどん行こう。あと1体ぐらい欲しいね。雷くんか常闇くんか、伊豆くんでお願いします。ウェイが長い、ウェイが長いやつたまにあるんですよ、このダウンロード長いの。はい、演出なし。さあ気を取り直していきましょうよ。ねえ、どうしてもね、これいいわ、この絵いいわ、いや、ほんといいわ。いや、あのね、別にね、何が出ても私いいんですよね。こっちの紙でいくんじゃない。あのね、結局使うキャラ限られてるじゃないですか。要は、持っていたいかどうかなんですよね。持っていたいかどうか。好きな、そのキャラクターがいるかどうかですよね、やっぱりね。で、ガチャで何回もこう出るじゃないですか、同じものがね。何百連ってやってると、そりゃ出てきますよ。でも、その、好きなキャラが出ることによって、この喜びが生まれる。それだけでいいんですよ、私は。なんかね、演出来ない、本当に今回。弱いね。今日の私の運が弱すぎる。ものすごいみなちゃんとマウントレイディ来てるね。そして、つゆちゃんも。
ほんとな、星5、あと1体は欲しいな、やっぱな。せめてね、どんどん飛ばしていこう。タッタッ、お茶子に連チャン。飯田くん、このショート君もいっぱい出てるね。いっぱい出る。みなちゃんもいっぱい出る。はい、残り40連ですけどね、あと1回ぐらいまたデッキ整理が来そうなんで、ご了承くださいね、その時はね。まあカットしますけど。よし、かっちゃん、かっちゃんでも星5の可能性はあっからね。プロヒロ、はい。お、メゾー君、メゾー君、あ、なんかダウンロード入るね。新人カムイ、あー、ケント一家、拳が大きくなる。大念、プロヒーロー飛ばしていこう。やっぱちょっとね、運が弱い今日は。なんかそんな気がしてたんですよね。多分やっても今日はダメじゃないかなっていう気がしてたんですよ。まあいつもなんですけどね、私ね、ガチャ運がないんで。はい、ではね、ラストの30連続けてやっていきたいと思います。星5ね、あと1点欲しい。本当に何でもいいっすよ、何でもいいって言いながらも雷くん欲しいけど。いいよ、かっちゃんでもいいんだ。星5来い、トールちゃん。あー、こっちの、おかしいな、今日はやっぱりなんかがずれてる、なんかがずれている。いいんだけどね、やっぱさ、動画撮ってる限り星5を見せたいですよ、私だって。そりゃね、でもね、出ない気がしてならない。本当にこの子に好かれてる、ゲリラレーザー。どんどん行こう、どんどん行こう、どんどん行こう。あー、残り20連、残り20連で来るか、雷電気来るか。さあ来い。やっぱり来ない。このままね、20連が終わってしまう予感しかしないです。皆さんには申し訳ないですけど、本当にね。いいな、霧島くんのフェスゲン出た人、羨ましいな。絶対いるんですよ、出た人ね。私はもう聞きましたけどね、スマッシュフェス聞きましたけど、もう結果はね、別動画で見てください、どうか見てください。そしてね、このチケットガチャもね、なんとも、星5は出てますけども1名しかおりません。いや、もちろん嬉しいんです。ほら、もうこの流れで最後です、最後です、最後の10連です。プルスエロトラが来るか、見せろ俺。よっしゃ、さすがだぜ俺。そしてまた八尾も持ってことはないよね。持ってないのが欲しい、持ってないのが。まだだ、まだです。ニューって、ニューってこう、ニューってつくやつが欲しい。ああ、まだだ。次か、来た。ああ、もちろんね、私好きなんです、発明メインもね。持ってます、持ってます、ありがとうございます。いやー、でもね、まあこれだけガチャ引いてから、かぶんのはもうしょうがない、かぶんのはもうほんとしょうがないっすよ。もう終わりだろうな。はい、ということでね、まあ今回のスマッシュフェスじゃねえや、チケットでね、いただきました、ガチャチケットでね、私の結果はね、このチアコスの八尾桃ちゃんが3体でね、初音さんはね1体持ってたんですよ。どうですか、ベイビーたちは。1体持ってたんじゃない。そもそも、ま、星6にしてる1体がいて、ここにいて、なんとなく取ってあるんですよね。もったいないから、やっぱ星5は。これ、どうしたらいいんですかね、かぶってやつで。1体だけ取っとけばいいかな。
後々になんか別進化とかが、まあ 全然先だと思いますけどね、来るんじゃないかなと思ってなんとなく撮ってます。この辺のオールマイトとか、ヒーローってのは本来奉仕活動、地味だなんだと言われてもここはブレちゃいかんのさ。はい、まあオールマイトあたりはね、多分フェス限で新しく出るっていう感じだと思いますけどね。あと何持ってんの、プレゼントメイクも持ってるんですね。はい、ということで今回ねチケット130枚あったのをねずらっと引いていきました。皆さんはどうでしたか、チケット貯めたチケットでいいの出たっていうねコメントいただいた方もおりましたね。はい、ということで今日はここまでにしたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。また見てくれたら嬉しいです。それではバイバイ。